どうもメンヘイゾのリタです。岩です。サムーラです。ということで今日は結構特別な動画になっておりますよ。実はこれから僕らのマブのエスポワールトライブと箱根旅行に行きます。やったやりました。暑いんすよこれ。ついに実行したというか。ホントね、待って何年前から思ってたんですか。ずっと行ってて、今まで行ってなかったのが謎だもんね、旅行とか。そう、超楽しみにしておりまして。本当はもうカメラも回さないぐらいの勢いだったんですよ。完全プライベートでいいんじゃねみたいな、だったけど、まあせっかくだったらなんか一緒に旅行行ってほしいとか遊んでるとこ見たいっていう声めっちゃ多いじゃないですか僕ら。そうそうね、あの仲いいからさエスポと。せっかくだったらそんながっつり企画っぽくはもちろん回さないけど俺らの楽しみたいし、もう Vlog ぐらいの感じで今回は収めていこうかなと。はい、いやいやー楽しみよ。カメラ関係ないっすよね。いや関係ないよ、もうそうね、あんま変わんねえしな。そう俺ら変わんないね。声がでかくなってるかなってないかぐらい。そうマジで。だってこれからまあエスポと合流して、まあ多分車で行くと思うんで、はい、今日一日ゆるい感じで皆さん見てくれたらなと思います。お願いします。最高の一日にしましょう。お願いします。というわけで早速やっていきましょう。バイブ始まりましたメインフェイス号は北村和志、そしてガチ山島袋ということで、はい、お送りさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。マジ撮る気にしないから。あ、全然いいっすよ。ガチプライベートなんで。俺今日 YouTube やる気ないから。あ、全然いいよ。素のガチ山で。いや違う、素で。あ、そうだ、あそうだ、素のでお願いします。よし、十分じゃないかな。十分じゃん。はやはや、こいつマジ面白いね。ずっと食ってない。かわいいな。いいね、楽だね。いや嬉しいよ俺は。こっちはそういう感じだから。だから Vlog ってことなんでしょ。まあほぼ Vlog そんな感じ。楽しむことが俺だけになる。そう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 。うまい。最近ピザポテトにハマってんすよ。それひろたの好きでしょ。ピザポテトと最近コーラ解禁されて、コーラと、あ、そうじゃん、コーラとピザポテやばいから。もう本当におはようございます。あ、どうもこっちサイドです。さあ始まりましたメインフェイズエスポ旅行。さあめっちゃ仕切ってくれるやん。今日はどこに行くでしょうか。責任感じてるな、その仕切り。そう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 、実は今日は1時間15分ぐらい寝坊してお腹すきました。そうですか、そうですか。ちなみに今何でもこう目の前にドンって出てくるとしたら何食べますか。カレーライス食いたい。あ、今目の前に出てくるとしたらカレーライスね。はい、藤森岩は海鮮丼。いつ食べて。どういうこと。なんでその岩がさ、なんでやねんって言うのかな。これほんまにやめた方がいいね。なんで。やっぱ関西人からするとそうなの。だって今何来るもん、コメントでもさ、この前からガチ山関西弁やめてみたいな。やっぱ思うんだ関西人って。いや俺東京って一個だけ関西弁失ってん。何バリでかいだろ。バリ以外あんま言わんのって。へぇ、確かにバリマジ消えた。バカとか。いやケイスケマジ、そうやろ、バリはマジ消えてる。バカ臭いわよ。いや最近バリ復活としてる。さすなよ意識的に。でもこっち来たからケイスケがエロくなった。なんだ俺感じんのは。何を知ってんの。本当に確かにね。どういうのか思うでしょ。思う、近くにいて。もうなんかやめてほしい。なんかそう別にいいねんけど、メンバーやからいいけど、そのなんか捉え方じゃセクハラになる。まあね、昼ご飯とかはどっかで食べなあかんわけやろ。今日、今日、今から。だから今我慢して向こうで食うのか。無理、それは無理。海老名行こうか。じゃあそしたらもうサービスエリアだね。え、おまんじゅう爆食いしない。え、じゃあ甘いもの縛り旅行にする。ああ頼むよ。ヒロトしか嬉しくないよ。いや俺は確かに、ね、あんこばっか用意しよう。そうやな。そうやね。大概温泉まんじゅう。まあ確かに、あんこか。和菓子ってさ甘いやん。うん、しょっぱいの作れと思わん。それが売りなんじゃない。せんべいか。せんべい大好き。あ、せんべいね。じゃあせんべいもあるよ。ほらまたよ。ほら売れせんべい。もうやめろケイスケ。お前もうそれ、お前ブランディング気づけたの自分やからな。そう、お前らさ食ったことないやろ、ちゃんとした濡れせんべい。ちゃんとした濡れせんべいって何。いや、あんね、清水であの下にある京都の濡れせんべい。詳しい濡れせんべい。それ俺食わされた。お前一回食え。京都じゃないやろケイスケに。まあちゃんと出来立ての濡れせんべい食べようかな。食え濡れせんべい食え。おかんや。どうしたもっちゃん。見てください皆さん。
ハイエース。これにテンション上がるか。ハイエース興味あったっけ？いや、俺好きだよ。あ、本当に？ハイエースはもうみんなから愛されてるからね。愛されてる。そうなの？これ400円しますけど大丈夫ですか？400円払いましょう。これヨーヨーもあるで。ね。え、ヨーヨーやりたいな。300円。え、ガッちゃん買って。俺財布ない、財布ない。アルファード。だ、買って。俺もめっちゃ欲しかったから、マジ買って。わかった。さ、本当にやるの？うわ、ダンベルもある。さ、回しました。何色がいいかな？え、ポリタンクス。黒が来ました。お、黒のハイエース。うん、黒ハイエース。黒ハイエース。うわあ、これで LED が。え、ライトつく。おお。ライトよっしゃー。いいねハイエース。これで夜も運転できるやん。うん、できます。うん、はい。でもこっち見てターボチャージャーとかあんで。もっちゃん。ギアシフトとか。本当だ。あ、そっちいいじゃん。ホバックにつけてるの。これも400円だ。ギアシフトいいやん。ちょっとやりたい。じゃあ俺はちょっとお楽しみガチャやりたいよ。あ、これ？うん。え？タコヨーヨーだ。ほら。めっちゃいい。めっちゃいい。出たそれ。え、ペタペタ貼っつけ。そう。いくよ。うん。これは左乳首立たせてみる。あれ、待って、ターボチャージャーやってる。サスペンション出てきましたね。サスペンションか。ああ。あ、でもちゃんとミョンミョンミョンってなります。俺ギアシフトが欲しかったんだけど。ギアシフト欲しくね。まあ、ブレーキギアシフト引くまで移動できない。ああ、オッケーオッケー。ドライブチーで。え、マジで一発。でかくない？金色じゃん。え、でかくない？待って、かわいい。めっちゃいいこれ。え、でかくない？あ、ホイールだ。めっちゃすげえ。綺麗。ホイールだ。めっちゃよくねこれ。ターボチャージャー欲しいんだけど。開けるよこれ。なんで？なんで？お、お、ブレーキディスク。おお、でこ、でこくね。一発？え、やばくね？てか、みんな被りなし、いいね。みんな被りなし。ね。じゃあこれで。来ないよ。これさ、ちぎれるまでやってたわ、子供。あ、そうね。そうね。ちぎれたら終わりだ。あ、叩き。醤油かソースかけてた。俺がかけて。ストップって言って。ええ。ストップ。優しさ。めっちゃ優しさでした。めっちゃうまそう、それ。え、味フレ。やば、めっちゃ食うじゃん、この人。で、こっちなんか全然壊れてんすよ。え、なんでビビって。あ、ヒラダイエットだっけ。ダイエットしないっけ。そうそうそう。アジの臭さがたまんねえわ。アジ苦手です。いきます。うまし。ドッグ。うまし。シラスの臭さはいけるの。臭くない。茹では生は無理。なに、イクラだけ食えるんだよ。イクラ大好き。俺とジャッキー、あの魚卵大好き。魚卵大好き。イクラ嫌い。ダメ。俺もアレルギーだから別にいい。そこまで聞いてねえけど。補足情報いるだろ。いらねえだろ。めちゃもくらしい。これカメラ映ってるからそれ。ずるずる。俺5個5個か。食べ終わりました。ごちそうさまでした。あぶねえだろ。何が離れんなよ。なんで恋人つなんだ。ファンサイズだろ。なんでしかもさ、その PV みたいに後ろから撮る。前からやるわ。今影撮って影。影。ビームするんだ。お前気性。おい気性。全然行くだけやろ。めっちゃ綺麗だ。お前変な。じゃあケイちゃん、ちょっとお願いします。え、そうですね、いただきます。まだ何もわかりませんが、旅館の匂いだけが漂っております。え、もう旅館入っちゃった。こんにちは。何が入っている。面白い。いやー、やばい。ガキ使みたいなになってる。え、じゃあ始まる。ほら、うわ、ほんとだー。ガキ使だー。いい部屋だ。おお。え、すごっ。旅館やん。すげえ。なるほど。え、スキューニー、おぉ。スキューニー、おぉ。全員で寝れんの、これ。寝れんの。だから、ケイスケと一緒。そう、だこっちも2つあるの部屋が。ここと、ここまでか。え、広っ。え、これ布団とかどうやって敷く。もう気合で敷くんじゃね。ガチャマ、あれ持ってきた。エペ、エペ持ってきた。これやろうか。 PC 頼んだから。あ、 PC 俺も頼んだ。あ、じゃあ2台で。もう1個テレビあるかな。 2PC でやるか。うん、取れた大丈夫。このもう帰るよ、じゃあ。あ、違う違う、そういうのじゃないから。カゴある、カゴある。カゴあるだろ、大体。景色いいぞ。え、マジで嬉しい。うわ、外だ。素
モザイク、場所バレする。あ、確かに、ここモザイクします。え、これが俺らの部屋で、そのイワの別室っていうのはどこなの？あ、イワとケイスケの別室は撮ってます。その間あ、まだ離れてんだ。ケイスケがもう絶対イワと一緒にしてって言うから。ほら、もう胸にケイスケが交尾してるやつがあるこれケイスケ、あれなかなかにおもろいで。俺、彼女がいい。待って。いいよ、そんな勢いよくやんないよ。じゃあ、今おくんそうそう、せーの。お前、俺にも目がかかる。あ、くっせうわっ、ハマってる。最高。あれ、ハマっただけは。マージャンマーが早いやん。もう準備始まってるわ。いつもできるように準備してこうと思って。準備な、あんだからもっとやること。そうですよね。温泉とか、飯とか。ちょっとさ、クッションだけ持ってきてもらって。分かったよ。準備だ。ちょっと今ゲームセンター行ってきまして、うん、まあ撮影禁止だったんで回せなかったんですけど、あの、うん、なんつうの、あの福吹きとか取る式のやつ。で、なんか福吹きって何？なんつうの、まあ、なんかさ、こうクレーンでこうさ、針を取るやつ。そう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 、で押し出す系のやつで、なんかガチャマが無双した、なんか無双し始めて、その成果を今みんなにずっと取ってきました。わざわざ一旦持ってきたの。ほら、こんなに。そういうことか。嘘です。ビヨーンそんな取れるもんじゃねえぞ。で、あとたまたま、これたまたま系を。えぐ、なるほどね。たまたま系7個ぐらい。やば。それさ、ちなみに一番の大当たりは何だったの？ダイソンとかスイッチとか。あ、スイッチ欲しいな。あるぞ、マシな特徴。一等とかだと、あのワンピースのカードのやつだったんで。全然ある。じゃあ結構、景品いいやつだった。そういうやつ良かった。めっちゃ良かった。あっちはマージャン今楽しんでる。聞いてちょっとあのあれしこっちは開封しますか。こっちは開封。いや待って、これええー、待ってます。これサブちゃんレベルだ。サブちゃんこれ系に希望は正直うんないっすよね。そう、1000回当たるまで1000回でもみたいな。うん、ハズレって書いてます。まあね、このね4等とかたまに出るくらいから。旅館や。旅館出ない。そうだよな。だからこの金玉たちがどれだけ力を持ってるか。 それ同じやつ。あの、あ、同じとこから出てんだけど。あ、マジで。まあ当たり確定みたいな。3等とか多分。ガチャマ興奮しすぎてさ、全然他にいんのにさ、あ、金玉あともうちょっと、来たみたいな。旅館の醍醐味だよな、こういうのは。結構やりたくなるよな。やりたくなる。どんだけ取ったの。3人でさ、当ててこんな終わんないことだね。さあ、こっからです。はい、じゃあお兄さん、じゃあ、いきますよ。はい、中はこんな感じ。青です。4等。あ、でもあるんだ、こうやってちゃんと。これは当たりなんだ。うん、そうね、当たり確定だね。なるほどね。じゃあ、一人開けていこう。あ、じゃあ次は3等いきたいですね。なるほど。ちょっと気になってる、あいつ。開けたいやろ。答えが違う。顔。じゃあ僕のこれ、うん、4か。うわ、4がアベなんだ。4アベだね、それね。一旦さん頼むって。うわ、4だ。やばい。頼むって。もっと、あ、ちょっとこれ取っとく。これちょっと後でしょ。一旦怖いから。これ取っとこう。これ気まぐれ。これ気まぐれ方式。だって4が一番下だから。そう。え、チー。チーな。あ、そう。チーやった、あいつ。青だ。じゃあ青が4とかなのかな。4と。青だ。青だ。じゃあ、まあ4だろうな。4だ。こいつか。バカさ、赤で外れた。赤。あっ、来た。こいつバカだよね。ちょっと待って。熱いぞ。俺、こんなことある。え、これさ、大丈夫？これ、髪全く一緒やで。え、怖い。え、外れとかあんじゃね、これ。そっちパターン怖いよ。引くぜ、じゃあ俺。え、それはちょっとやめてほしいわ。よっせーの、せーの。な？やった！なんだよこいつ、ふざけんなよ。ずるや。頼む。せーの。よいしょ。ワクワクしたけど。これは、完全に。てんてれてれてんてん。てんてれてれてんてん。
ヒロト、ヒロト中学でこんぐらいだったよね、金玉。え、マジで。あれ一回水溜まった。ガチだよ。あの、みんな信じられないと思うけど。いや、本当だよね。こんぐらいた、あの、水溜まった。あ、当てがわさって。え、マジ原寸大くらいだよね、これ。夏じゃ、俺料理酒あげるわ、ヒロト。いや、いいわ。だってお前、ちょっと考えて。料理酒ほんとだけ頼んでいい？なんで料理酒ほんとだけ。この後運転を控えてる人もいるかもしれないから。料理酒は常しい男。え、これめっちゃいい匂いだよ。めっちゃいい匂い。梅酒だよ。梅だよ。梅酒でしょ。いや、めっちゃ来たよ。色とオッケー。一杯だけ肩代わりしてやるわ。もう一人ずっと食い進めてる人いるしね。はよ。お前だよ。もうねえじゃん、ほぼないの。肉しかないな、この人。いや、マジでうまそうだよ。でも刺身は俺らも食えるから。寿司はちょっと今年1年間やってて。そうそうなんだよね。そういうことか。それ言っとかないと。刺身でよかった。刺身は OK ですからね。ここ使ってや。それでは全ての食前酒に感謝を込めて乾杯。乾杯。イキキのキ、はいはいはい。イキキのキ、はいはいはい。はい。まだいけるよ。よっしゃ。うまっ。見て、マグロ久々やで。俺海鮮以外、あの寿司以外で食ってる。やばいね。いい色してんね。久々やで、今年は。うまっ。ホタテもさ。あ、おいけ。レンガついてる。最強焼き。これね、こういうのつけてうまいね。これも。あ、お刺身欲しいと取り放題です。お刺身欲しい。はい、はい、どうぞ。もらいます。はい、しゃぶしゃぶ。肉うまくねえか。え、肉うまい。どれぐらいうまい。え、マジで、あの、クリーピーナッツ。いやいやいや、美味しいけど。あ、アルさん、ちょっと待って、どっちが本物。え、これ絶対偽物でしょ。絶対偽物でしょ。今、クリーピーナッツって言ってたじゃん。おっちゃんが、美味しいけどって言ってた。あの、リーダーがこれやった瞬間にうわーと思って、ドーナツ屋さんの中に似たような名前あるやん。あー、なるほどね。あー、クリスピーローラ。惜しいね。確かに、あれやで、俺はもう感覚して。いや、うまい。なんでなんで、もっとやばいっすよ。もっとやばい。やー、かわち、かわち。そうなんだ。めっちゃうまい。やばいやついるわ。いやー、悪いです。あー、最高。1日ですけど。1日持ってみますか。これですか。これで次ね。これです、これです。オッケー、これ。うまい。うまい。やばい。いやいやいや。めっちゃ。あーしゃあ。オッケー。やばい。よし、どう。うまい。よし、オッケー。あおちゃん、よう反応したわ。おれさん、あーあーいいよー。おれおれかおれすげーか。はい、よっしゃ。おー、拾った。うわー、ケイスケ頼んだ。えー、白玉さん、ナイス。おー、パー。あ、スピンしてくれ、スピン、スピンで。おぉ、うまい。あー、ちょうどうまい。あ、普通だ。いやー、うまい。うまい。すごい。こっちの軽くエグいな。いけるだけだ。いけ。うわー、見ないで。気持ちよかったね、お風呂。気持ちかったな。露天風呂最高やった。ハロー、ユージュー。え、本物や。そうですよ、本物ですよ。え、違う、今親は。あ、音声出るようになってんだ。すげえ。そうでしょ、広くて。ハロー、ユージュー。すごいでしょ。で、振ると、うん、キュカキンゲームすごいでしょ。すごいけど、俺絶対嫌だわ。
真っ黒うるさいやん。え、なんでスマブラあんの？マスター、はい、あ、持ってきました。一応だけど、で一応持ってきたら、なんか当たった、うん、当たったって何？予想が、これが楽しいんだよね。あ、俺らの旅行ってこんなんだよ。そうだよ。え、もう10時、え、もう、え、11時あんだ。え、やばい、風呂入りすぎた。風呂結構いたよね。うん、近くもいた。まあ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 、ちょっと設定変えますか。設定が違かったか。うわ、あ、いじめだ、この人。ちょちょちょ、できる、大丈夫。いや、あの、本当になんか半額ぐらいのさ、ほら俺が何をしたってんだ。泣いたやん。深夜飯、いや、食欲ね、太るぞ、これは最高やね。3時10分、旅館でこれは罪だな。まずいだ、まだタバコ吸いに7回行かないと。7回行かないんだ。深夜のメシアトーク、今日は何について喋りますか。深夜、ね、深夜ならではですから、はい、結構奥深く行きたいとこありますね。奥深く、急なし担々麺か、担々麺か。あー、あ、なるほどね。深夜のメシテロトークにはふさわしい汁なしの経験が薄すぎて、え、もうそれは俺はもう担々麺になってしまいます。俺はもう逆に汁なし担々麺研究しすぎてて、うん、もう汁あり担々麺が好きじゃなくて、うん、なるほどね。あ、汁なし担々麺のこのガツガツ食えるやん、熱くないから、ね、あ、で、もう喉詰まるんよ、うん、それをコーラで流し込みたいね、俺は。なるほどね。俺も汁なし担々麺はかなくなるほどなるほど。担々麺って汁もあるから、うん、絡め取れないの、いろんな具材を、うん、タバコ行きましょう。ありがとうございました。また明日。お疲れ様です。おはようございます。ここエアコンついてなかったから喉を乾燥しなかった。ちょっと喉イガイガしますね。もうすぐ出るらしいっすよ。はい。準備します。帰る。出るぞもう。何時？あと、おはよう。あと20分ぐらい。おはよう。え、あと20分ぐらいでやんの？うん。何時に寝た？めっちゃ早かったよ寝た。俺もう。あの10時ぐらい寝とったんちゃう？いや、12時ぐらいかな。麻雀待ってたらもう記憶ない。なあ、俺も麻雀待っててんけど、めっちゃ楽しみにしてたのにさ。そう、昨日なんか夜中飯食ってやん。ああ、そうそう、おっちゃん麻雀眠らないん、麻雀やるんさ、眠る麻雀やるんやりたい。でもリタ寝たやろ、諦めるか。諦めて寝ちゃったよ。ああ、そうだ、じゃあお帰りですね。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ガグロ。じゃあ帰りますか。帰りましょう。楽しかった。楽しかったです。ありがとうございました。昨日ガチャも夜中叫んでたよ。こんな楽しい旅行久々だ。デク。デク。デク。ありがとう。ありがとうございました。いい思い出になったわ。また行こう。また行こう。よろしく。あ、で、その例えば、まあみんな多分してないと思うんで、行ってきます。お願いします。してるか。全員してるか。いや、大事やもんね。なんよろしくよね。あれ、関根さん、 See you next time。 どうも、さい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 、ありがとうね。お、楽しかったよ。またラーメンでも食いこや。お、また誘ってくれ。うん、ありがとうね。お疲れ、またね。じゃあ、俺らも帰りますか。帰りましょう。オー、イエー。いや、一瞬だったな。マジで一瞬だな。一泊じゃ足んねえな、やっぱ。足んねえね。楽しかったですね。よかった。次は俺らが最高の舞台を、うん、そうだな、また恩ができしまったな。そうっすね。飯でも食い行きますか。そうっすね。行きましょう。じゃあ着きました。じゃあご飯食べに行きます。はーい。